皆さんこんばんは、ペルディスタ小澤です。今回は、久々にマジョルカ久保建英についての動画を、上げようと思いまして、今週行われておりますコパデレ2回戦、昨日行われました、ウニオンデポルティーバジャネラとマジョルカの試合についてお話ししたいと思います。結果は、0対6でマジョルカが大勝しまして3回戦進出を決めました。久保建英トップ下で67分の出場となりましたけれども、意外にと交代するまで、コーナーキックで、2本アシストも決めましたし、まあ、チーム2点目のムブラのゴールに関して言うと、うまく、縦パスを、ジャオメコスタに対しても刺してましたからね、まあ、かなり得点で、絡んだという意味では、存在感を発揮する試合だったとは思います。で、まあ、スタッツを見ても、まあ、ボール支配率もマジョルカが 59% で上回っていましたし、まあ、シュート本数も、24本、枠内13本ですから、まあ、相当決定機、シュートチャンス作ったなというような圧倒する内容だったんですが、まあ、昨シーズンから、このスペインのコパデルレのフォーマット変更がありまして、準決勝のみがホームアンドウェイ2試合での決着をつけると、まあ、それ以外の、試合に関して言うと、一発勝負で、決勝は、中立地のセビージャラカルトゥーハでの、開催となりますが、まあ、それまでの準々決勝までは一発勝負と、まあ、なおかつカテゴリーが、低いチームがホーム開催できるということで、まあ、当然ね、まあ、この2回戦でも昨日ヘタフェがね、5-0 で大敗したりとか、まあ、それから今週末ちょうどラリーガの中継で言うとグラナダとマジョルカの試合を担当しますので、グラナダの試合もチェックしておりますけれども、グラナダも、上から数えて4部のチームに負けてしまうというようなことで、まあ、ジャイキリが起こりやすいフォーマットになっておりますけれども、マジョルカに関しては、4部のジャネラに対して、しっかりと、6点を取って、勝利をし3回戦に進むことができましたという試合になりました。まあ、個人的には試合の中でシステムフォーメーションを確認した時には久保433の右のインテリオールかなと思ったんですが、まあ、試合後のルイス・ガルシア・プラサ監督の会見で記者からも質問されていて、久保はセカンドストライカーで出したということでしたので、まあ、普段通りここ最近のシステム通り 4-2-3-1 のトップ下だったようですが、ちょっと右寄りで出ることも多かったですし、まあ、後半のスタートで言うと左に寄ったりとかはしてましたが、基本的には、ドブレピボーテは、バタグリアとフェバスで、トップ下に久保と、で、まあ、トップにアブドンプラッツというような、布陣でした。で、まあ、この試合ね、まあ、相手が、相当な格下ということもあって、若手選手を思い切ってルイス・ガルシア監督は使ってきましたと。まあ、ゴールキーパー、レオ・ロマン21歳、マノーロ・レイナを休ませて、先発起用しましたし、まあ、あとはね、今シーズンもうすでにトップデビュー飾ってますが、サンジャゴ・ベルナベウで、手痛いミスをしたセンターバックのガヤとか、まあ、あとは、途中交代で言うと、ハビジャブレス、この試合で得点取りましたけれども、まだ19歳のカンテラの、まあ、かなり生きいいんじゃないかなと思いますし、今後、出番も増えそうだなというようなプレーぶりでしたけれども、まあ、久保については、前半は、ルイス・ガルシア・プラサ監督もちょっと、まあ、満足できないパフォーマンスだったというようなコメントは残しておりました。まあ、ただチーム全体が、やっぱり、このセミプロ相手で、まあ、ピッチが人工芝ですから、まあ、なかなか慣れてないなというような、球回しにはなってましたので、まあ、なおかつ、まあ、久保本人もちょっとね、前半の序盤は様子見みたいなところは多分あったと思いますので、まあ、それほどこうスプリントかけてとか、まあ、ボールによってみたいなところは、ない中で前半はスコアレスドローで折り返しましたので、まあ、後半から多分ハーフタイムに、まあ、監督にアッパーをかけられて少しチームとしてギアを上げていったという部分はあると思いますし、まあ、特に両チームの選手の差でいうとやっぱりね、4部と1部の選手の差でいうと露骨にフィジカル面が違うなというところはありましたので、まあ、普通に、右サイドのムブラが縦の仕掛けで、まあ、相手は分かっていてもそのスピード止められないとか、まあ、ゴール前で、ね、こうアブドンプラッツがやっぱり、相手のセンターバックと対峙した時にはしっかりと、まあ、体張れるとかっていうところもありましたし、まあ、何よりこの試合は得点中3点が、コーナーキックから決まったということで、まあ、特に久保は50分62分のコーナーキックで、センターバックでこの日出場したセドラに対して、左右からいいボールを上げてましたし、まあ
右からのね、チーム3点目のコーナーキックでいうと1回ちょっと足元スリッピーで滑ってしまって、まあ、そこから、まあ、助走を止めずにそのまま蹴って、それでもいいボール出すみたいなところはさすがだなと思って見てましたけれども、まあ、全般的にはやっぱり特に、セットプレーで、いいプレースキック、質の高いボールを配球しながら、存在感を示したなと思いますし、まあ、後半ももう少しチームとしてね、ギア上げた時に、まあ、特にカウンター気味でゴールに迫っていく時に、まあ、もう少しスプリントがね、あればなというところは感じましたが、まあ、多分まだね、コンディションも今徐々に上げていってるところでしょうし、まあ、人工芝で無理もしたくないというところはあったでしょうから、まあ多少、コントロールしながらというところで、まあ、シュートチャンスもね、一度、ゴール前でありましたが、ゴールキーパーの正面というようなシュートもありましたし、まあ9大点の出来かなと個人的には思います。まあ当然ね、日本のメディアは多分、2アシストなので、まあ、大きく取り上げてるとは思いますけれども、まだまだ、これからコンディション作っていって、まあ年明け以降に 100% のコンディションになっていくのかなというところは、まあ試合後のね、監督の会見でもおっしゃってましたので、まあこの試合で先発して67分プレーしたということは、まあおそらく、中2日で、グラナダ戦日曜日にありますので、まあそこに関して言うと先発出場は、ないかなと思いますので、また、ね、ベンチから、途中交代で、カードとして切られていくだろうというところと、まあ、ただ年明けのね、1月2日は、まあ、バルセロナをホームに迎えてのパルティダスとありますので、まあ、おそらくそのバルサ戦は先発するんじゃないかなと思いますので、楽しみにマジョルカ久保の、コンディションの仕上がり具合、それからね、1月末はまた、代表ウィークで大事な日本代表としてのアジア最終予選もありますので、まあ、コンディションを上げていってもらいながら、まあいいプレーを期待したいなというふうには思います。あとこれは告知になりますけれども、ちょうど本日12月17日に、配信開始となりましたラリガフリークスでは、まあ、今週に関して言うと、まあ、マジョルカとバルセロナの、プレビュー的な要素として、まあ、映像解説に関してはマジョルカ、久保と以外の共存というテーマで、まあ、どうやったら、この2人が共存できるのかなというところを、特に久保が復帰してからの15、16節、ヘタフェ戦とアトレシコでマドリー戦の映像を使いながら、解説しておりますので、ダゾーンのラリーガフリックスもご覧いただければと思います。今週末の、ラリーガの中継は日曜日本時間の夜10時、22時キックオフのグラナダとマジョルカの試合を担当しますし、年明け、に関して言うとマジョルカとバルセロナの、パルティダスを担当することが決まっておりますので、しばらくは、マジョルカの試合をたっぷり、じっくり見ることができるので、久保に関しての、マジョルカに関しての動画も、頻繁に上げていこうかなとは思っております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。サラープロキシマ。